やっぱパリーグ行かなきゃよかったなって、そんなことがたくさんありましたね。でそれがやはり食事面でもですね、ドラゴンズにいた時は例えば、試合がない日の練習日でもですね、お昼ご飯が出るんです。これね、立派なあの本当にね、あのケータリングでしっかりとした食事が出るんですけども、オリックスに行った時に昼ご飯あるからって言ってロッカーに置いてあったのがなんとモスバーガーだったんですよ。なんじゃこりゃと。いや、モスバーガーを悪口言うわけじゃないんですけども、モスバーガーを置いてた時には僕びっくりして、マネージャーにおいおいと、だからこのチーム弱いんじゃねえのかと、でちゃんと食堂開けろよって僕が言って食堂開けるようになったんです。だから食べることに関してもパリーグのチームってあんまりこうどうなのかな、こう慣れちゃって、全然違ったね。だから夜の遠征先のご飯がね、プロ野球選手って遠征行くでしょ、でホテルに泊まって試合終わるとケータリングでもうすごい料理があるんですよ。どうだろうね、2、30品はあるかな、もう外食べに行かなくてもいいぐらいもうたくさんあるんですけども、まあ、それがね、パリーグの球団行った時におかずが半分以下だったね。もうそれにもムカついた。だからもうマネージャーつついておかずたくさん出せって言って、僕は言ってましたね。だからそういう部分では、